I've been good enough against a higher wall. I am stronger for my greater than before. I'm so tough, but it is hard enough. Everything's ready, I'm headed for the sky. The battle's close in my head, my dream is going on, no. I never stopped so far as I have it in me. I had no doubt from the beginning, nothing is impossible. I reach for the stars now. Carry out my will hereafter.皆さんこんばんは。本日は宇宙ステーション補給機コウノトリ9号機打ち上げの模様をお送りしてまいります。私は本日のライブ中継進行役の前田亜美と申します。よろしくお願いします。私は普段タレント活動をしているんですが、最近民間の宇宙ビジネスを盛り上げるみんなの空プロジェクトで活動しているんですが、なんと今回は JAXA さんからコウノトリ9号機応援アンバサダーに任命していただきました。コウノトリの魅力やミッション内容が初めてご覧になる方にも分かりやすく伝わるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。さあ、そして隣の画面にいるのが今回アシスタントを務めてくれる宇野裕也くんです。皆さんこんばんは。宇野裕也です。私は俳優として活動しながら前田亜美さんと一緒に、はい、みんなの空プロジェクトで活動しております。少しずつ私もまだまだ宇宙初心者ですので、皆さんと一緒にね勉強して楽しく宇宙のことを学んでいきたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ね、はい、初めてちょっと一緒にこうお仕事するんですけど、そうですね、まあね、本当はね一緒にこうスタジオでやりたかったんですけど、はい、こういう状況なのでこのリモートでちょっとお隣同士、そうですね、はい、お隣同士でちょっと今時な感じですけど、はい、ね、いや僕ね今この、うん、VTR を見ただけでもなんか、はい、すごく込み上げてきて、いや本当に、ね、いやもう私泣きそうになっちゃって、いやですよね、もうだなんかもうダメじゃないですか、ね、初めから泣いちゃう。でもめちゃめちゃ興奮しちゃって、うん、もう本当に2009年からこう2000、うん、ね、今20年になって、はい、11年間という月日をこう歴史ですよ、ね、はい、で今回ラストの打ち上げということで、そうなんですよね、ラストで皆さんもこの宇宙関係者の皆さんもこうみんなで見届けたかったって気持ちもあると、本当はね現地で見たかった、ね、私たちもね見たかったけど感情移入すごくしちゃったんですけども、はい、まあ、今回ね、うん、ソーシャルディスタンスなので、はい、まあ、お家で楽しもうということでね、皆さんの行動がねこう、はい、宇宙を守るということにつながると思うので、うん、きっとみんなもねお家から絶対楽しみにしてこの映像見てると思うので、はい、私たちで盛り上げましょう。はい、はい、アンバサダーになってどうですか。いやもうまさかですよね。いやまさか、私もまさかで、もうアンバサダーですよ。びっくり。しかもジャクサさんからこんな光栄な ね、いや本当に俳優として普段はやってたり、うん、アミちゃんも俳優かつ、はい、タレントとしてやってますけど、いろいろね、まあ、宇宙が好きということで宇宙に関われる日が来るなんて、本当に。でも絶対あの知りたくても知らない方とかたくさんいると思うし、うん、どこからこう宇宙の勉強だったり知っていけばいいんだろうって方も多分見てる方も多いので、そうですね、まあ、こういうね私たちみたいなこう初心者でも、うんうんうん、あの分かりやすく伝わるように、まあ、応援してね、こう皆さんのねこうパイプ役になって、うん、もっともっと宇宙のことを ね知っていただければ、知っていけたらいいよね。勉強し始めてまださすぐだけど、うん、もう宇宙楽しくて仕方がない。そう、もう無限大、何でもできる、ね、何でもできるよ本当に、ね、で今回もね、まあ、あの最終ミッションもう、あのもうね
ラストなので、はい、まあ、ちょっとそこにも注目なんですけど、うん、本当に、まあ、ラストだから本当はね種子島行きたかったんだけど、行きたかった、本当にね、絶対行きたかった方たくさんいるから、はい、はい、でもね、まあ、こうして映像でもお届けできたらいいなと思いますので、うん、はいはい、皆さんと一緒に、楽しく、応援しましょうということで、はい、この2人で今回の打ち上げ生放送を視聴者の皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。さて、種子島からのライブ中継映像に行く前に、今回打ち上げられる宇宙ステーション補給機コウノトリのミッションについて宇野くんから説明お願いします。はい、わかりました。ではコウノトリのミッションの全体像、流れをわかりやすく1枚にまとめた図と合わせて説明いたします。はい、コウノトリは種子島宇宙センターから H2B ロケットに乗せて打ち上げられ、ロケットから分離後は国際宇宙ステーション ISS への保持、結合、物資を ISS へ積み込み、積み込み完了後は不要品を格納し、ISS から離れて地球へ再突入してミッション完了となります。おお、そうなんですよ。すごいですね。なんかこうミッションって聞くと、こう飛んだだけで、はい、もうなんかミッション完了なイメージがありましたけど、これを見ると。ちゃんとその国際宇宙ステーション行って物資を届けて、はい、その不要品を持ち帰ってくるところまでがミッション完了ということですね。そうなんです。すごい、これは多分知らなかった方も多いんじゃないですか。ですよ ね、 やっぱりこう決められた空間で、うん、その宇宙飛行士の方たちも生活しているので、うん、こうやっぱゴミとかがやっぱ出てくるじゃないですか。確かに不要品もあるんだっていうのも ね、びっくりなところですけど、でもね、普通に人間だからやっぱり生活してると不要なものとか ね、生活してたら絶対ゴミとぐらいすぐ出ちゃうから、うん、そういうものもまとめて持って帰ってくるという、さらにこの地球に再突入するときに大気圏で燃えるんで、うん、そうですよ、もう宇宙にも優しい、ね、いや本当に地球にも宇宙にも優しい、そう星に優しい、本当に嫌、ね、ですもんね、うん、やっぱり宇宙にゴミが浮いてるってのは、うん、やっぱりどこかこうね怪我してる感じがするので、うんうんうん、やっぱそこまで考えられてやってるっていうことがやっぱり素晴らしいなって、うん、でもそこまでがちゃんとミッション完了ということでね、うん、まあ、このコウノトリはなんとこの補給機ミッションを8回も行っていて、なんとこの8回連続で成功してるんですよ。うわー、すごいな。 そして今回がコウノトリのラストフライトになります。で次の任務は次世代機の HTBX に引き継がれるそうですよ。うわー、ラストフライトってね、えいや本当にすごい貴重なタイミングに僕たちは関われてるっていう風に、ね、めちゃめちゃ貴重だし、みんな絶対楽しみにしてたフライトだから、うん、絶対今までの歴史もね含めてちょっと今までのも見返したいね、よね、なんか見返したまんまの見返してもう今日本当にこの熱いラストフライトをね、うん、みんなで見届けて応援しましょう。はい、はい、では宇野くん、はい、初めてこの生中継を見る人もいると思うので、はい、コウノトリがどんな補給機なのか説明をお願いします。わかりました。コウノトリは日本が開発した世界最大級の無人宇宙ステーション補給機なんです。最大積載量はなんと6トン。 ISS 運用の根幹を支える物資や宇宙利用を広げるための機器などを輸送します。さらに打ち上げ直前まで生鮮食品や緊急物資を積み込めるレイトアクセス、速達サービスの能力もあり、宇宙ステーションで活動する宇宙飛行士の暮らしを支えています。このサイズ感をですね、うん、分かりやすくご紹介いたしますと、だいたいこのコウノトリのサイズはバス1台分にもなるそうです。大きいですね。はい、すごいですね、これが飛んでいくと。そう、バス1台が、ね、バス1台分が宇宙に飛ぶわけですよ。すごい、こう飛行機が飛ぶのもすごいと思うんです。うん、確かにね。バスが宇宙に行くんですよ、さらに上に。本当だね。しかもこの生鮮食品、はい、もういろいろあるんですよね。そうです ね、生活物資、うんうん、ね、いっぱいある。8号機では、はい、玉ねぎだったり、ほう、果物、パプリカも。ああ、そうなんだ、
持っていったそうですよ。食べるんでしょうね、ポール。なんかしかもその産地の方々も、もういいものを食べてほしいということで、はい、もうちょっとこういいものを、なるべくね、美味しいものをね、うわー素敵、いいよね、宇宙でそれ食べれるって最高だし、絶対ご褒美だよね。いや海外に行ってもさ、こう日本の料理とかこう食べるとすごく感動するじゃない。確かに宇宙で食べる生鮮食品の美味しさはもう、ね、変えがたいものだろうね。絶対いい思い出にもなるし、はい、さあそんな宇宙ステーションの活動を維持するすごく重要な役割を担っているのがコウノトリなんですね、はい。それではコウノトリが向かう国際宇宙ステーション ISS はどんなところなのか、私から資料ムービーと合わせてご説明します。はい、ISS は高度 400km の低軌道で地球を周回している有人の実験施設です。世界15カ国が協力して運用していて、大きさはなんとサッカー場くらいもあるんですよ。大きいですね、はい、しかも、はい、びっくりするのがそのスピードなんですが、はい、秒速 7.8km 時速 27,700km の速さで動いていて、はい、地球を90分で1周、うん、1日で16周も回っているんです。お天気がいい夜だと地上からも見えるそうですよ。あ、肉眼でですか？そう、肉眼で。この間、私、はい、あのツイッターでバズってるのを見たんですけど、はい、肉眼ですごい綺麗にその国際宇宙ステーションが見えたっていうのがすごくあのツイッターのトレンドになってて。そうなんだ。そう、みんなやっぱり気になるんだなと思って、ベランダから見てる方とか多分たくさんいたんだと思うんですけど、はい、なんかね、この時期もちょっと気分転換になったらいいよね。そうだよね、うん、こうベランダとかに出たりして、ね、1日でだって16周回ってるってことは、うん、結構見える確率もあるのかなと思うんだけど、ただ肉眼で見るとなると、うん、その条件が合わないと結構見れないことがあるみたいな。そうだよね、だってそう低軌道とはいえど400キロ離れてる。そう、すごいよね、地球から、うん。そう、でもそういうあの、まあ、見れる予想できるのが、うん、あの JAXA のホームページ希望を見ようっていうサイトがあって、はい、そこにあの予想情報とかも載ってるから、うん、気になる方はそう、そこを見てあの調べて、うん、ぜひあの、ね、お子さんとか家族とかで見てほしいなと思いますね、うん。さあその国際宇宙ステーションには、はい、常時3から6名の宇宙飛行士が滞在し、はい、無重力の環境を使ったさまざまな実験を行っています、うん。この ISS にコウノトリは向かって飛んでいき、 ISS のロボットアームでコウノトリをキャッチします。この技術については後ほど JAXA のフライトディレクターの方から分かりやすくご説明します。はい、ですよ。いやでもやっぱ改めてスピードがすごいなと思って、うん、いやめちゃめちゃ速いんだよね本当はね。今計算してみたんですよ。分かんないけど、そしたら、うん、東京大阪間が1分です、約1分、はい、東京から大阪まで1分で行ける。そう、でそのスピードで動いているものをですよ。確かに そんな猛スピードで動いている宇宙ステーションを、うん、こう無人の補給機が近づいていって、うん、アームで掴むって、いや針の穴に糸を通すよりも、ね、より、うん、すごい精度がいりますよね。確かに、いやすごい緊張しそう。いやね、だって僕たちはこの、ね、うん、ま、このね、やっぱ難しいから今回宇宙のことが、うん、こう間違えないようにちゃんとお伝えしようと思うけれども、うん、その緊張をもう優に超える。本当ですよ。いや、ね、まあ、そんなすごいプレッシャーの中で皆さんお仕事をされてるんだと思うんですが、うん、それではここで、はい、コウノトリ9号機のリードフライトディレクター山本さんに今回のミッションのポイントなどについてお話しいただきます。それでは VTR どうぞ。前田さん、宇野さん、視聴者の皆さん、こんばんは。コウノトリ9号機リードフライトディレクターの山本です。今回のミッションについてご説明します。種子島宇宙センターから打ち上げられたコウノトリはロケットから分離された後、国際宇宙ステーションに向かって徐々に高度を上げていきます。国際宇宙ステーションに接近したコウノトリはロボットアームでキャッチされます。ハジと呼んでいますが、このロボットアームによる
ドッキング方式が日本独自の技術として非常に重要なものになっております。衝突を回避するための安全な方式だとして、国際的にも認められ、米国の民間宇宙機が同じような方式を使っています。今回打ち上げる補給品は 6.2トン、 ISS の維持管理、そして宇宙飛行士の生活を支える物資を運びます。最初に今回輸送する代表的な物資をご紹介します。まずは日本製リチウムイオン電池です。 ISS の長期運用を目指して、コウノトリ6号機から交換用の電池を運んでいて、今回のミッションで全ての電池交換が完了。2024年まで ISS の運用延長ができるようになります。次にコウノトリ9号機に輸送する船内物資をご紹介します。まずは超小型衛星搭載の地球観測カメラ、アイシムです。これはスペインの宇宙ベンチャー企業サトランティス社が開発したカメラで、希望の有償利用契約に基づき旋回実験プラットフォームに設置し、高解像で地上を撮影する実証実験を行います。続いて宇宙放送局スペースフロンティアスタディを希望、開設に必要な機材の輸送です。これは株式会社バスキュール、スカパー・ジェイサーと株式会社 JAXA が協力して行う宇宙メディア事業創出に向けた活動で、宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士たちと共に双方向のライブ発信ができるようになります。希望宇宙放送局は ISS に開設される世界初の宇宙スタジオです。宇宙飛行士がカメラマンとなりライブ配信に挑みます。刻々と変化する地球の明るさを適正露出で撮影するために専用の ND フィルターを開発し打ち上げ、地上から届いた映像と青い地球を一緒に撮影することが可能に。さらに付属するマスコットが無重力空間であることを教えてくれます。初回放送はこの夏を予定しています。他にも ISS で観察をするための宇宙顕微鏡コズミックを輸送する予定です。そして今回は近づいてくる補給機に搭載したカメラの映像を宇宙ステーションにリアルタイムで伝送できるワイヤレスLAN技術 WIMO の実証実験を行います。これにより月軌道に建設予定の宇宙ステーションゲートウェイの自動ドッキングに必要な技術の獲得を目指します。なるほど、はい、今回もねいろんな物資を運ぶことになるんですね、はい、私はアイシムで地球がどんな風に見えるのかちょっと見てみたいなと思うんですけど、野くんはありますか？いや僕はですね、うん、ぜひこの宇宙飛行士の皆さんとこう生放送というかリアルタイムにこう時間を共有できるのが ね、うん、ねぜひしたいなっていう。楽しそうだよね。いやめちゃめちゃ楽しそうですよ ね、できたらいいね、うん、はい、ということでそれでは山本さんに今回のコウノトリ9号機打ち上げに向けての意気込みを伺いましたのでご覧ください。今回のミッションはコウノトリのラストフライトであるとともに新しい技術を獲得するためにチャレンジするミッションでもあります。完全にミッションを達成して次世代機 HTBX にバトンをつなぎたいと思います。頑張ります。山本さんありがとうございました。今回のフライトもぜひ成功してもらいたいですね。頑張ってください。みんなで応援しましょう。さあ今回はもう一つラストフライトになるものがあるんですよね、宇野くん。はい、そうなんです、うん、それが今回コウノトリを打ち上げるロケット H2B ロケットです。 H2B はコウノトリの打ち上げを成功させてきたロケットなんですが、次の打ち上げからは次世代機H3 ロケットに変わるそうです。ロケットも次世代ロケットが準備されているのです、うん、ここで H3 ロケットプロジェクトマネージャーの岡田雅史さんからメッセージをいただいております。どうぞご覧ください。前田さん、宇野さん、視聴者の皆さんこんばんは。 H3 プロジェクトチームの岡田です。今回コウノトリの打ち上げに使われる H2B ロケットは日本で最大のロケットです。 100% の打ち上げ成功率でこれまで8回の補給ミッションを支えてきました。
コウノトリの次世代機 HTBX からは打ち上げ用ロケットも現在開発中の H3 ロケットに変わります。 H3 ロケットはこれから先20年くらい運用できることを考えて、高い信頼性と低価格を同時に実現しながら様々なミッションに柔軟に対応することを目指した新しいロケットです。このためこれまでのロケット開発や打ち上げで得られた経験をしっかり生かし、また新しい技術を取り入れて開発を進めています。現在開発は山登りに例えれば8合目を過ぎたところ、日本の各地で様々な試験が続けられています。また試験機1号機も少しずつ出来上がっています。このように遠くに山の頂は見えてきましたが、まだまだ険しい道のりが続きます。今回のコウノトリの打ち上げが成功すると、次はいよいよ HTBX を乗せた H3 が宇宙ステーションに向かいます。この重要な役割を果たすため、みんなで力を合わせて H3 ロケットを確実に仕上げていきたいと思っています。コウノトリ最終ミッション頑張ってください。岡田さん、ありがとうございました。次世代ロケットである H3 ロケットの開発状況は佳境を迎えておりまして、今年度中の打ち上げを予定しているとのことです。はい、今回は打ち上げをね、現地で見られませんでしたが、H3 のロケットの打ち上げはぜひ、ね、種子島で見たいなと思います。本当に H3 は見たいね。はい、次は種子島で見たいけども、今回は生中継で皆さんで一緒に楽しみましょう。はい、ここでこれまでのコウノトリ9号機の機体準備状況をご紹介します。こちらはコウノトリの各部を結合する前期結合作業の様子です。2020年4月24日ロケットと衛星をつなぐ台座であるペイロードアタッチメントフィッティングに結合されました。26日にはパフ結合されたコウノトリ9号機を衛星フェアリングに格納する作業が行われました。衛星フェアリングはコウノトリを覆い、打ち上げ時にコウノトリを空気抵抗や摩擦音、音響振動から守るためのものです。そしてフェアリングに収められたコウノトリ9号機はロケット組み立て棟へと運ばれました。本日打ち上げを迎えるコウノトリ9号機は、打ち上げまで多くの人の力に支えられここまで来ました。打ち上げまでもう間もなくとなっています。それではここでロケットの飛行計画、打ち上げてから ISS へ到着するまでをシーケンス CG を見ながらご紹介いたします。三菱重工業株式会社の資料によりますと、コウノトリ9号機を搭載した H2B ロケットは種子島宇宙センター大型ロケット発射場第2射点から打ち上げられます。打ち上げからおよそ2分5秒後に燃焼が終了した固体ロケットブースターの第1ペアを、続くおよそ2分8秒後に第2ペアを切り離します。ロケットは加速を続け、およそ3分42秒後、大気圏を脱出したロケットはコウノトリ9号機を覆っていたフェアリングを分離します。打ち上げからおよそ5分48秒後に第一エンジンの燃焼が停止、およそ5分56秒後には第一機体と第二機体が分離します。その後第2段エンジンが始動し、所定の軌道にコウノトリ9号機を投入します。打ち上げからおよそ14分21秒後に第2段エンジンの燃焼は停止、およそ15分11秒後
コウノトリ9号機は H2B ロケットから分離します。この後、コウノトリ9号機は高度を徐々に上げ、およそ4日かけて ISS に到着する予定です。 ISS への到着には筑波宇宙センターコウノトリ管制室での運用が不可欠になります。さあ、いよいよ打ち上げまでもう間もなくとなりましたが、はい、いよいよ来るよ。うわー、楽しみだな。楽しみだね、うん、もうみんなで応援してましょう。はい、はい、ここからは現地種子島の映像に切り替えます。皆さんこんばんは。こちら種子島宇宙センターです。今回の打ち上げでは、昨今の新型コロナウイルス感染の世界的拡大という未曾有の状況の中、治療にあたる医療従事者の皆様、さらにはこの宇宙センターがある種子島の皆様をはじめ、今回の打ち上げに対しご理解とご協力をいただいた全ての方々への感謝の気持ちを込めて、実は昨晩ロケットをブルーの光でライトアップしました。この状況が収束し、日常に戻れることへの希望、そして新たな時代への希望を乗せて、まもなくコウノトリと H2B ロケットは宇宙に飛び立ちます。それでは引き続き種子島宇宙センターからの中継をお楽しみください。打ち上げ6分前です。現在車上の天候は晴れ、気温摂氏 18.4 度、北西の風毎秒4メートルです。 H2B ロケット9号機の打ち上げに問題はありません。It's 6 minutes to lift off. The current weather here at the launch site is sunny. Temperature is 18.4 degrees Celsius. Wind is 4.0 meters per second from the northwest. The weather has no constraints for launch. 本日の打ち上げ予定時刻は日本時間の午前2時31分00秒です。Today's scheduled liftoff time is 2:31 AM Japan Standard Time. 310,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  310
自動カウントダウンシーケンス開始。種子島宇宙センター竹崎総合司令塔から H2B ロケット9号機の打ち上げ状況をお伝えしております。This is a live launch feed of the 9th H2B launch vehicle from the Takasaki Range Control Center, the JAXA Tanegashima Space Center. 現在ロケットの管制は吉野部発射管制塔から行われています。The Yoshino Blockhouse is now commanding operation control of the launch vehicle. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 230.打ち上げ3分前です。全システムの電源が外部から内部に切り替えられました。The power system has been switched to the internal systems. 67、66、65、
1段液体水素系準備完了。We have completed the pressurization of the liquid hydrogen system of the H2V's first stage. 打ち上げ以降、ロケットの管制は吉野部発射管制塔から竹崎総合司令塔に引き継がれています。Following liftoff, the operation control of the launch vehicle has been switched from the blockhouse to the range control center. ロケットは現在、徐々に南東方向の太平洋上へ飛行しています。The H2V is now flying above Pacific Ocean to the southeast. ロケットは正常に飛行中であり、種子島の地上局は正常にロケットの追尾を行っています。 The H2V flight is in course and the 種子島 station is tracking the launch vehicle very well.
SRBA 第1ペア分離、第2ペア分離。Separation of the first and second pairs of SRBAs.第1段エンジンの燃焼の正常、制御系、飛行経路の正常です。ロケットは順調に飛行を続けており、現在の高度は約 93km、秒速約 1.9km です。The combustion of the first stage engine, attitude control and trajectory are all normal. The HD clock is on hold. The line altitude is above 93 km.Velocity is approximately 1.9 km per second.衛星フェアリング分離。打ち上げ後、5分が経過しました。ロケットは順調に飛行を続けており、現在の高度は約 155km、秒速約 4km です。The combustion of the first stage engine, attitude control, and trajectory are all normal. The H2B flight is on course. Current altitude is about 155km.Velocity is approximately 4.0 km per second.第1段エンジン燃焼停止。The first stage engine cut off.第1段、第2段ロケット分離。Separation of the first and second stages. 第2段エンジン燃焼開始。Initiating the second stage engine.
ロケットは現在安定して飛行を続けています。打ち上げ後 10分が経過しました。It's 10 minutes into flight. ロケットは順調に飛行しております。ロケットは種子島宇宙村の各地上局からの不足範囲を離れ、小笠原局およびグアム局から追尾されています。 The H2B is in good shape. The launch vehicle has flown beyond the ranges of the JAXA 種子島 and Uchinola stations and into 小笠原 and Guam stationI2 段エンジンの燃焼は正常、制御系、飛行経路も正常であり、ロケットは現在安定した飛行を続けております。現在の高度は約 281km、 秒速約 6km です。 The combustion of the second stage engine, attitude control and trajectory are all nominal. The H2V flight is on course. Current altitude is about 281km.Velocity is approximately 6.0 km per second.小笠原局はロケット追尾を終了しています。現在グアム局から追尾を行っています。 The launch vehicle has flown beyond the ranges of the Ogasawa station and the Guam station is now tracking the launch vehicle.
第2段エンジン燃焼停止。 The second stage engine cut off。HTV9 分離。 HTV9 separation。 補給物資を搭載したコウノトリ9号機は国際宇宙ステーションへ向け分離されました。 The Konotori 9 carrying supply goods left for the International Space Station。 これをもちまして、H-2B ロケット9号機による宇宙ステーション補給機コウノトリ9号機の打ち上げ実況放送を終了いたします。 We will now conclude our live coverage of the H-2B launch vehicle number 9 which deployed the コウノトリ9。 無事打ち上げが成功しました。成功しました。おめでとうございます。うわー、いやー、大迫力の、いや、 やっぱりなんかこう、うん、見ると違いますね。ねえ、感動しましたね。うわー、すごい、すごい、こんな感じなの、うわー、すごかったさあ、はい、この無事ロケットの打ち上げ成功を迎えました、うん、種子島宇宙センター総合司令塔。このあとロケットから分離されたコウノトリ9号機は筑波のコウノトリ HTV 運用管制室の運用となります。はい、ではここでコウノトリ9号機の今後のスケジュールと新型宇宙ステーション補給機 HTVX につながる自動ドッキング技術実証実験ワイルドについて担当の近藤フライトディレクターにお話しいただきます。 VTR ご覧ください。前田さん、宇野さん、視聴者の皆さん、こんばんは。 HTV フライトディレクターの近藤義則です。私は今回コウノトリ9号機で実施します技術実証ミッションワイルドの開発運用を担当しています。そのワイルドミッションについて解説いたします。現在 NASA をはじめ各国の宇宙機関で月軌道上にゲートウェイと呼ばれる新しい宇宙ステーションを構築する構想が議論されています。このゲートウェイに日本としてもコウノトリのように物資補給ミッションで貢献するためにはゲートウェイへ自動でドッキングする必要があります。一方、これまで実績を重ねてきたコウノトリではキャプチャーバーシング方式といって国際宇宙ステーションの近くまで行った後ロボットアームで捕まえてもらうことで ISS に到着しております。このゲートウェイ補給ミッションのためには新たに自動ドッキング技術を獲得する必要があり、国際宇宙ステーションでそのドッキング実証を実施することを計画しています。自動ドッキングを実現するためには新たに開発せねばならない技術がいくつかあります。誘導制御系の開発やドッキング機構の開発などが主要なものですが、その他に宇宙ステーションに搭乗する宇宙飛行士が状況把握するために近づく宇宙ステーションの様子を動画で撮影し、それをリアルタイムで宇宙ステーションに伝送する技術が必要です。この技術の実現のために今回新たにワイヤレス LAN 技術を利用します。その実証をコウノトリ9号機で先駆けて実施するのがワイルドミッションとなっております。ここでイメージ CG をご覧いただきながらご説明いたします。この映像は新型コウノトリ HTVX が国際宇宙ステーションに近づく様子を示しています。 HTVX と宇宙ステーションをワイヤレス LAN でつなげて HTVX に備え付けたカメラで捉えた宇宙ステーションの様子をリアルタイムで送信します。これにより宇宙ステーションに搭乗する宇宙飛行士の状況把握に役立てることができるのです。コウノトリ9号機はコウノトリにとって最後のミッションとなります。確実に成功させ全ミッション成功で優秀な美を飾りたいと思います。
一方でコウノトリの後に HTVX や自動ドッキング技術実証、ゲートウェイ補給ミッションなど次の時代が待っています。そんな次の時代につながる小さな一歩としてワイルドミッションも確実に成功させたいと思います。コウノトリ9号機はコウノトリにとって最後のミッションですが、新しい時代の幕開けでもあります。確実に技術を進歩させて未来の宇宙開発に貢献できるように頑張りたいと思います。近藤さん、ありがとうございました。人類は月を拠点にするこのゲートウェイを通して火星にまで行く計画があるんです。宇宙開発の未来はどんどん広がってますね。いや本当ですね、はい、こう火星に人類が行く、うん、さらにこう月を拠点にして火星に行く、はい、そこまでこう話が進んでるというか、ね、いや技術は進化していますし、本当にこれからね、うん、どうなっていくのかがすごく楽しみですね。本当ですよ。もうこれがなんかこう現実世界の話だっていうのが本当に驚きだし、なんかこう小さい頃とか月に行きたいとか火星に行きたいとか私も思ってたけど、うん、それがもう今は現実的になってきてるっていうのが本当ですね。本当にびっくりだしね。もうアニメや漫画の世界じゃないという、うん、本当に近い将来人がこう火星に暮らす日が来るかもしれない。来るかもしれない。もうすぐそこですよ。それはもう本当に楽しみだな、ね、日本の技術とかも本当にどんどん進化して、ね、もう近々近い将来人が住んでるかもしれないですね、うん、はい、皆さんの努力のね、うん、賜物ですね。ね、本当に、ね、今回あの私たちも応援アンバサダーやらせてもらいましたけど、はい、ツイッターとかもね応援コメントいただいたりとか、はい、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。本当に嬉しいです。またこんな機会をいただけたら嬉しいです。はい、はい、コウノトリ9号機ミッションはまだまだここからが本番ですので、引き続きみんなで応援していきましょう。前半でコウノトリ8号機まで連続成功というお話をしましたが、ここでコウノトリのここまでの軌跡をまとめたハイライトムービーをご覧ください。人類が重力のない宇宙に長期滞在し研究観測を行うため、1988年に ISS 国際宇宙ステーションの計画が始まりました。そして現在では世界15カ国が ISS の運用に携わっています。地上から約 400km 上空を飛行している ISS、 そこには常時3名から6名の宇宙飛行士が滞在しています。その生活を支えるため、水や食料、衣服などの生活物資をはじめ、宇宙空間での研究に必要な実験装置、また ISS の運用に関わるバッテリーなどを輸送する必要があります。そこで日本では1998年から宇宙ステーション補給機の開発を開始、10年以上の歳月を経て開発実用化されたのが無人宇宙補給機 H2 トランスファービークル、通称 HTV、 愛称コウノトリです。いろんな国が協力して宇宙ステーションを支えていきましょうというところで、日本が何ができるかということを検討した結果、日本では物を運びましょうということで HTV を開発するということになりました。 HTV の主なる目的というのは、宇宙ステーションで生活する宇宙飛行士のために、その食料であるとか飲み水、そういった必需品を宇宙ステーションまで運んであげる、そして宇宙ステーションで出たゴミを捨ててあげると、そういう2つの大きな目的があります。2009年に打ち上げられた初号機から2019年の8号機まで HTV コウノトリのミッション成功率は 100%。さまざまな困難を乗り越えた着実な運用で ISS 運用の根幹を支えてきました。安心安全信頼の日本の技術力、中でもコウノトリが誇るランデブキャプチャー方式は世界的にも独自性先進性の高い技術です。 ISS に搭載されているロボットアームを使い、
無人でランデブ飛行しているコウノトリをキャプチャー、安全確実な接近・結合を実現しています。無人で飛んでくるものっていうのは当時はまだ何もアメリカの方でも経験がなくて、 HDV をやりますよと言った時に、NASA の方は、相手にほとんどしてなかったんですね。で実際その NASA のものも運びますよっていうところで、そんなことできるわけないじゃないかと。秒速 7.9km で飛びながら、ISS の下10メートルのところに入れるっていうのは、かなり難しくて、本当にこう針の穴を狙うような制御が必要ですね。私最初にフライトディレクターになったのは、1号機ですね、実証機の頃からなんですが、2号機3号機と号機を経るにつれて、我々として、日本人として、一番これが確実に運用できるやり方だっていうものを構築できてきていまして、我々のやり方で、確実に、ミッションを遂行できるっていう技術力を培ってきたと思いますので、非常に自信もありますし、それが世界各国からの信頼も得ているというふうに感じています。コウノトリの輸送物資積載量は約6トン、世界最大級の積載能力を誇ります。かつては運ぶことが難しかった大型の実験装置や最大6個の交換用バッテリーを搭載できるのも、 ISS での実験や研究運用に大きく貢献するコウノトリならではの特徴です。コウノトリは、輸送機なので、宇宙ステーションにやっぱ物を運んで、なんぼの世界なんですね。荷物が増えれば、当然ですね、重心が変わってくるんですね。コウノトリの制御能力、その制御能力で制御できる、重心のばらつきの範囲を広げる検討をしまして、そういったその全ての準備作業が整って、この最大重量の荷物を宇宙ステーションに届けるということが実現しています。またコウノトリは次世代を見据えた新たな技術の実証試験も行っています。7号機では ISS での実験資料を地球に持ち帰る小型回収カプセルの回収に成功、打ち上げから実験資料の回収まで日本単独でできるようになりました。小型回収カプセルは回収という名の通り、宇宙ステーションから物を持ち帰るということが目的です。研究開発部門とかいろんな専門家の協力を得て、このカプセルの開発が成り立っています。そういう面では、オールJAXA の、技術が詰まっているというふうに思います。2020年打ち上げの9号機が最後のミッションとなるコウノトリ、そしてその技術は新型宇宙ステーション補給機 HTVX に受け継がれていきます。これまで HTV は8号機連続して物資の補給に成功してきました。 HTV9 号機は最後のミッションとなりますが、これを確実に遂行し、次世代の宇宙機である HTVX にバトンをつなぎたいです。 HTVX はコウノトリで培った技術をさらに発展させて、輸送能力や運用性が向上、 ISS はもちろん月探査や有人火星ミッションなどの前哨基地となる新たな宇宙ステーション、月周回有人拠点ゲートウェイへの物資補給も見据えて開発が進められています。これまで我々が育んできた技術、経験、それからノウハウ、こういったものを今度新型宇宙船補給機 HTVX と呼ばれてますけれども、これにどんどん生かしていくと。で、この HTVX は HTV で得られた知見のすべてを投入して作ろうとしてますので、HTV のヘリテージをどん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 生かして新たな宇宙開発に挑戦していくという道筋を作ってます。このランデブ宇宙船の技術というのはそっくりそのまま月へも使えますし、さらにその先の火星へ使っていく技術でもありますので、非常に夢のある、プロジェクトであり、日本が持っている技術だなというふうに感じます。コウノトリのその先には、その中に日本人、そして世界の人たちが乗ってね、打ち上げられる有人宇宙船の技術っていうのがつながっていくと思うので、コウノトリを開発した技術者の皆さんと一緒にね、私もその宇宙飛行士として将来、日本の独自の有人宇宙船の開発のために仕事ができたらなという、そういう期待も持っています。
まあ、ISS の次を見据えたようなやっぱりところにも私は絡んでいきたいなと実は思ってまして。そうですね、はい、ですからやっぱり、月火星とか小惑星とかそういうところにも行きたいなと。月探査、火星、そしてさらに遠くの宇宙へ、コウノトリの最終ミッション、それは次への始まりなのです。コウノトリのハイライトムービーご覧いただきました。今回のコウノトリ9号機がファイナルミッションということで、次への始まり、未来にもつながっていきます。ではここでロケット搭載カメラの映像をお送りします。さて、まもなく番組終了となりますが、はい、今後のスケジュールをもう一度おさらいしておきましょう。コウノトリ9号機はこのあと数日後に国際宇宙ステーションに近づき、キャプチャーが行われる予定です。コウノトリ9号機が ISS に到着する日を楽しみにお待ちください。時間などの詳細は JAXA のホームページにてご確認をお願いします。お願いします。はい、はい、終わりですよ、野くん。終わっちゃいますね。ねえ、本当にあの、ね、もう成功、打ち上げも見れて、うん、でも改めてこう歴史な瞬間に、ね、こう、はい、共有できたのは本当にね、はい、すごい嬉しいね。応援アンバサダーもできて、いや、そうですね。そしてね、勉強にもなりながら、勉強にもなりながら、うん、ワクワクもしながら、皆さん応援できて本当に幸せですよ。はいはい、まあね、また、こういう機会いただけたらやりたいなと思いますね。そうですね。一緒にね、今後も宇宙活動していきたいよね。そうですね、うん、もっともっと勉強して、ね、でなんかこういろんな人に興味持ってもらうと嬉しいだろうし、うん、そうだね。なんかお子さんとかもやっぱりね、うん、こう見て分かるようにどんどん伝える役目として、うん、頑張っていけたらいいなと思いますね。はい、ね、今後も頑張りましょう。はい、はい、本日はライブ中継のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。